鋭い蝶の羽ばたく音が聞こえるな。虫、そんな嫌いじゃないんだけど。おっと、あれだけいると気色悪いよね。なんか足元の感じが、あれ、もしかしてここ、うわぁ、うん、こちらリビー、極東聞こえるか。たった今シエル、ナナ、ギルとはぐれた。消息を確認したい。こちら極東、バイタルサインを確認中です。全員生存しています。場所の特定は難しいですが。了解。探索が長引きそうだ。一度極東に戻り立て直そう。ここは一体。まさかケイトさん、これは。現実を見なよ、ギル。ケイトさん。あのラケルって人が言っていること、ちょっとわかる気がするんだよね。もしこのまま終末捕食が起きてくれればさ、人気使いも荒神もいなくなるんだよ。このままズルズルと生きることに怯えるより、終末捕食の可能性にかけてみるのもいいのかもしれないなって。そうしたら私みたいな荒神化する人気使いもいなくなるわけだし、私たちはもう手遅れだったけどさ、これからの世代にこんな悲しみ持ち越したくないんだよ。違う、それは違うよ、ケイトさん。確かに終末捕食は全てを解決するのかもしれない。大きな視野で考えたら実は正しいことなのかもしれない。でも結局それに飲み込まれる人の思いは犠牲になるんだ。そしてそれはケイトさんやジュリウスや隊長たちの思いや絆、そして守るべき人々を守り続けてきた人気使いや全ての人の生きた証を否定することなんだ。だから俺はラケルを絶対に認めない。そしてお前はケイトさんじゃねえ、ラケル。てめえだけは絶対に許さねえぞ。こっちだ、急ごう。いた、ギルだ。よう、ちょうどいいところに来てくれた。こいつを全力でぶっ潰したい。頼む、手貸してくれ。あれ、ここどこだろう。ナナ、そろそろご飯にしよっか。え、お母さん、あ
れ、これ夢？何寝ぼけてんの？さ、ご飯置くの手伝ってよ。あなたただでさえたくさん食べるんだから。あ、おいしそう。ナナ、おいで。今までずっと大変だったね。でもこれからはずっと一緒にここで暮らそうね。お母さん、お腹減ったね。さあ食べよう。ナナ、いつものお祈り。はい。泣かない、怒らない。寂しくなったらおでんパン食べる。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ナナは相変わらずよく食べるね。お？あ、そうだ。ねえねえお母さん、伝えたいことがあった。何？あのね、私、一緒に泣いたり笑ったりできる仲間ができたんだよ。あれ？みんなは？紹介しなきゃ。ダメでしょ、ナナ。え？あなたは笑ったり泣いたりしちゃダメな子なのよ。え、でもみんなあなたのことを負担に思っているに決まってるでしょ。あなたのこと負担に思っていないのはお母さんだけよ。今まで一緒にいられなかった分、これからずっと一緒にいようね。そうかもしれない。でもね、お母さん、それでもみんな受け止めてくれるって言ってくれたんだ。みんなに迷惑かけたくなくて、一人で極東から飛び出した時、それでもみんな私を連れ戻しに来てくれたんだ。ジュリウスもロミオ先輩も隊長もギルもシエルちゃんも、みんな私のことを受け入れてくれたの。泣いたり笑ったりしていいんだよって。ナナ、だから今度は私がみんなのために頑張りたい、恩返しがしたい。まだ私に何ができるかわかんないけど、私行かなきゃ。開かない。もう仕方ないな。よいしょ。お母さん、ごめん。ここ直しといて。じゃあ行くね。ナナ。おい、ナナ。良かった。その話の続きはこいつを倒してからにしようか。シエル、なぜここにいる？俺に任せたはずじゃなかったのか？お前たちがここにいてもできることは何もない。すぐに立ち去れ。私たちはジュリウスを連れ戻しに来たのです。無理を言うな。俺がここを離れたら
終末捕食が再開するぞ。このままでも終末捕食は再開してしまいます。それに私に何か言いたいことがあるのなら、ちゃんと姿を現してからおっしゃってください、ラケル先生。さすがですね、シエル。しかし、そんなに賢いあなたなら理解しているでしょう。得意点であるジュリウスを取り戻す術などないということを隊長から聞いたでしょう。終末捕食から得意点が失われれば、再生なき永遠の破壊がもたらされる。それよりは終末捕食による再生を迎えた方がずっと合理的だと思いませんか。どちらにせよ、ジュリウスをこの終末捕食から連れ戻す手段はないのです。ならばいっそ私のもとに戻ってきなさい、シエル。あなたが私のもとに戻るなら、ブラッド全員を許してあげましょう。ジュリウスとブラッドのみんなが、あの頃のように私のもとに集い、そして共に終末捕食のその時を迎えるのです。お断りします。合理的でないことは分かっています。たとえ合理的でなくても、私が諦めないと決めたのです。最後の1分1秒まで諦めずに、ジュリウスを助け出すためにもがき続けます。ならば、あなたに言うべきことは特にありません。さようなら、シエル。あなたと共に歩めなかったのは少しだけ残念ですね。はい、こちらシエル、聞こえてます。あー、やっと連絡取れた、よかった。今そっちに向かっている。もう少しで合流できるはずだ。はい、了解です。みんなシエル、どうした。後にしましょう。みんなの到着をお待ちしています。ようこそ、古き神話の最終章へ。ラケル先生、ここに至るまでの物語は全て私が綴った通りの、私があの時荒ぶる神と対話した通りの展開でした。しかし、あなたたちだけはその物語の役割に背き、今私に歯向かおうとしています。
定められた歴史の改ざんを許すことはできません。あなたたちは新しい秩序の神話の中で私とジュリウスの創生を阻もうとし、そして敗れ去った背信者として後の世に伝えることにしましょう。能書きはいい、ジュリウスを返せ。ジュリウスにあなたたちの声は届きませんよ。私の思いをしっかり受け止めてくれ。ほら、今ではこんなに素直に。さあジュリウス、終末捕食を始めましょうね。ジュリウス、待っててね。ジュリウス、今度こそ助けに来たよ。隊長、行くぞ。私とジュリウスでこの螺旋の木に新しい秩序の実を実らすため。
ジュリアス。ナナ、隊長、また会えたな。話は後だ、ジュリアス。まずは生きて帰ろうな、隊長。この状況は、終末捕食を終える前にラケル先生がジュリウスを閉じ込めていたコア、つまり得意点のコアを破壊したのです。得意点を失った終末捕食は再生なき永遠の破壊をもたらす。ラケル先生はそうおっしゃっていました。そうか、道理でみんなすまない。俺にもっと力があれば。ジュリウス、もう一人じゃない。止めましょう、ムラッドのみんなで。ロミオも一緒に。ああ、お前に従おう、隊長。みんな準備はいいか？ああ、始めよう。私も大丈夫だ。始めようか、隊長。これがロミオの力、そしてあなたたちの願い。荒ぶる神との対話は闇、限りない静寂の中、あなたたちの声が響いています。こんなにも穏やかな気持ちになれたのは初めてのことです。いいでしょう、私も一つだけあなたたちへの最後の試練を願いましょう。さようなら。
ちら捜索隊、オラクル細胞不活性化地域に入る。予備動力に切り替え。異常なし。作戦行動時間残り30分を切りました。注意して進行してください。どうぞ。了解。ここは一体私たち死んじゃったのかな。かもな。見ろよ、腕輪がない。ああ本当だ。ああ死んじゃったのか。やけにのんきな死人だな。ジュリウス、リビーさん、みんな一緒に死んじゃったの？いや、ここはおそらく終末捕食によって再生された世界だ。ってことは極東のみんなは、この世界は全部飲み込まれちゃったの？ナナ、あの山をよく見てみろ。あれは紛れもなく螺旋の木を構築していたオラクル細胞の塊だ。終末捕食が途中で止まっているということですか？ああ、おそらくな。推論に過ぎない。終末捕食というオラクル細胞の活動が対話の力によって、地球の地殻変動と同じような長期的かつ緩やかな活動に変化したんじゃないかと。それってまさか。ああ、終末捕食は当面の間脅威じゃなくなったということだ。ロミオのおかげでな。ロミオ先輩、すごい。ああ、まさかあいつの力がこの世界を救っちまうとは。綺麗だな。そうですね、すごく綺麗で静かな世界ですね。荒神がいなかった頃はこんな風に穏やかだったのかもしれないな。あ、ねえねえ、あのヘリコプター。私たちを捜索しているみたいですね。帰ろうか。そうだ、忘れるところ。ブラッド隊長、ジュリウス・ビスコンティ、ブラッド隊に原隊復帰を申請する。隊長、入隊許可。ん？ジュリウス、どっか行ってたの？まさか。てかさ、ここどこ？ロミオ！ロミオ！